はい、どうもこんにちは、ハイボルテージスケートボーディングのゆうたです。とりあえず今週も週1やっていきたいと思います。でね、12月末もう近くなってきたので、ちょっとねハードルも飛びながらコーンなんかも用意したんで、もう11月中にね組コーン飛んじゃえるような勢いまで持っていけるように頑張っていきたいと思います。じゃあすぐレッツゴー。オープニングを撮ったのはウィーク4でしたので服装が違いますが、こちらがウィーク1です。幅跳びから入っていていい感じです。相変わらずこけてもいます。高いオーリーハードルも1本メイクができました。ただ今月の週1はウィーク4から組コーンにチャレンジしているので、ウィーク1から3はサクサクいきます。ウィーク2です。この高いオーリーハードルはめちゃくちゃ綺麗に飛べてます。週1といえど今月は資格試験があったため、週1のペースのオーリーチャレンジになっています。そのためウィーク1からウィーク2は3週間くらい空いてしまっているのですが、イメトレをしていたおかげで綺麗に飛べてます。どこの部分をイメトレしたかというと、上半身。スノボーのキッカーに入るのと似た感覚じゃねって思って、そのイメージでやったらいい感覚だったというわけです。ウィーク3です。同じく上半身を意識して練習をしました。メイクは1本だったのですが、ウィーク2の方が綺麗に飛べてる気がする。たまたま話したスケーターのお兄さんと一緒に滑っていたんですが、お兄さん上手かった、あとは着地だけって、まあ、自分でおっしゃってたんですけど、本当にそうで、オーリーの形とか綺麗でした。でお兄さんもあのスケボー歴数ヶ月ということで、僕も負けないように頑張ります。はい、というわけでね、まあ、オープニングを撮ったんですが、実は今週ウィーク4なんですね。ウィーク1でオープニング撮り忘れてたんで、で今までちょっとハードルはもうやり尽くしたんで、ウィーク4最終日に、組コーン、このぐらいね、このぐらいの高さ、まあ、デッキよりちょっと高いぐらいを飛んでいきたいと思います。今日はねミシンくんもいるんで、ツイッターのアカウントを載せときますんでチェックしてください。レッツゴー。というわけでミシンくんと一緒に朝スケしたウィーク4、もう11月末だしコーンを組んで練習、結構これとか惜しいんだよね。今良かった、ちょっとハイライト見よう。テールだけ当たってる感じ。もっとするのと踏み切りを気持ちもうちょい遠くにした方が良さそう。こんな感じで結構飛べちゃうんじゃねっていう勢いもあったから、マックスの高さの正式組コーンにしました。少し低くしてメイクできて、この高さならマックス組コーンいけたじゃんってなったらめちゃくちゃ悔しいからね。ただなかなかメイクまではたどり着けなかった。いけそうだったよ今。しかしね、こけた時あの受け身はうまいってあのめちゃくちゃ褒めてもらいました。あの画角外なんですけど、マジで仮面ライダーに出演できるレベル、まあ、ただちょっと画面レベル的にあの触覚役になりそうなんですけど、受け身うまい。はい、というわけでね、週1自主練ウィークまとめ、やりました。4週分でね、最初の3週分はね、オーリーハードル高いやつをまあ使って、飛びまして、まあそこはねあの1日1度や2度、メイクできましたと。で最後のね週、今日だけはついにコーンを買って
ファミコンに挑戦しました。で、ちょっとね低く組んでやってたんですけど、こんくらいで。だけどね、ミシン君のアドバイスもありというのもあれなんですけど、ちょっと低く組んでね飛べちゃった時にちょ悔しいなと思ったんで、もう組みコーンで飛んじゃってました。で、組みコーンを、しっかり組んでオーリーをすると、やっぱりその飛距離っていうのがね、大事になってくるなっていうふうに思って、少しね手前で踏み切ったりとか、工夫をしてやってたんですけども、結構ね惜しいところまで行ったかなと思うんですけど、メイクはできずってところなので、来週マッティ先生に、フィードバックをしてもらった時にね、あとちょっとのところなんですと言って、残り1ヶ月で組み込んメイクできたっていうふうに思います。あとは今日見てくれたミシン君、ありがとう。ありがとうございます。ミシン君のツイッターも見てください概要欄に貼ってあるんで、ツイッターでスケートボードの絡みっていうのは非常に楽しいものなので、これを見てる皆さんもツイッターやっていたら、ぜひぜひね参加していただくのがいいかなっていうふうに思います。はい、でというわけでね、以上ハイボルテージスケートボーディングのゆうたでした。概要欄の方には、ブログだとか、さっきのツイッター、インスタグラム、僕は一応 TikTok アカウントもあるんで、それもついでに貼っときますというところなので、ぜひぜひ見てみてください。それではまた来週、さようなら。